チャオ、あっちゃんです。2017年、あっちゃんに質問、あちゃん2017年第3回3月のあっちゃんに質問コーナー、第14段目のお答えかな。はい、していきたいと思います。早速ね、時間があれなんで押してるんでやってやりたいと思います。タイマー30分セットしました。はい、カウントダウンを、はい、行きましょう。AP チさん、のところから行きましょう。はい、亡くなられた奥様が患っていた病名を教えてほしいです。何百万人に一人という概要欄には載ってあるのに、以前質問コーナーの回答では何万人に一人とおっしゃっていたのが引っかかります。私が見る限り、あちゃんの動画に全て目を通しているわけではないのですが、病名を明かされていない様子なので、あちゃんさんがおっしゃっていたこの病気を治せる先生は日本に一人というのも信憑性に欠けると思います。他に、質問されていた方がいたら申し訳ないです。また動画、他の動画で病名を明かせていたのであれば、このコメントは消します。でもずっと気になっていたので、これね、動画で何回か名前は出してます。はい、腹膜偽粘液腫っていう病名なんね。で、ミキちゃんがかかった頃は100万人に1人って言われてて、あっちゃんもしかしたら何万人に1人っていうの言い間違えてたかもわからへんけども、100万人に1人って言われててんけど、最近ちょっとね、患者さんがその腹膜偽粘液腫っていう名前がね、テレビとか、そのドクターがすごい忙しいしてんだけど、一回テレビに行ったことで、結構ね、名前がメジャーになったり、あ、私もその症状じゃないのかな、みたいな。インターネットの普及とかね、やっぱそういうメディアの普及で、病名とかその症状っていうのが大体こう広がってきたから、私もよく似た症状だなっていうので、かかる人がいたから、100万人に 1.5 人って今言われてんねんね。だからミキちゃんがかかって、もう今亡くなって6年目かかってから9年目か。9年前に調べた頃は100万人に1人やったね。今、100万人に 1.5 人らしいです。そこのね、患者会のホームページがあるんでね。それにさっき見て、この前見ててね、ちょっと前にね、患者会のことが気になって、バッグの中から患者会の会長の名刺が出てきたね。ミキちゃんのバッグの中から。で、それが気になってちょっと見たら会長さん変わってて。で、会長さんがまたね、ミキちゃんのお友達で、あちゃんの知ってる人やねんけどもね、その人が今会長さんになってて、ホームページ変わってて、では見ててんけども、この病気を治せる先生はね、ミキちゃんがかかってた頃には本当に日本に一人でした。今はね、もしかしたら後継者ができてるかからんけども、6年前に悩んでたんが、ね、ミキちゃんがちょっと亡くなるぐらい前にも言ってたが、後継者がいてないって。先生ももう還暦すぎて、ね、で、1回の手術で10時間とか、ね、外科手術すんねんね。だからすごい体力いるらしいね。で、診察も、朝の予約、朝10時の予約でも初診なんかやったら4時とか終わるのね。先生お昼ご飯も食べずにね、ずっと診察してね。すごいタフな先生やねんけど、ね、だから風邪もひかれへんって言って。そういう、ハードな職業なんでね。で、かなりね、医学界の常識を覆したような治療方法。レーザーメスも先生と、外国のドクター3人かなんかで開発した特別製のメスを使って、その患部をこそげ取るらしいねんけどね。その手術方法が結構難しかったりね、するし、普通の医学界ではタブーとされていることまでする手術らしいねんね。だから、なかなかね、後継者が育たないっていうのが悩みやったらしいね。で、結構ね、大腸がんやとか、盲腸がんやとか、亡くなっていく人の中で、気づかずに亡くなっている人がいてるから、もっと人数はいてると思うね。だから、結構そこに行き着く人が少ないっていう病気やねんね。で、名前は、腹膜偽粘液腫。なかなか難しい病気、名前でね。膜ってどんなんじゃったっけ、ちょっとググろう、字間違えたらかっこ悪い。腹膜偽粘、
こういう病名、腹膜疑念液腫。腹膜にゼリーみたいな、アメーバみたいな粘液が増えていく、発腫、まあ言うたらがん、がんのようながんでないような、これは良性であっても悪性であっても予防は一緒で、ただちょっとね、他のがんと違うのは遠隔転移はしないねんね。だから大腸じゃないわ、盲腸とか卵巣原発やねんけど、そこからパーンって破裂しておなかの中に散りばまんねんけど、それがアメーバのように増えていくねんけども、それが肺とか心臓とか脳とかに転移することはないらしいねん。ただやっぱ予後は悪いらしい、そういう病気やねんけどもね、でなかなかその難病認定もされてないし、なかなか研究費用もない、だから後継者が育たないっていう病気やねんね、まあそういうことです。で、まあ、有名なところではね、オードリー・ヘップバーンがこの病気にかかったらしいねんね、だからそういうね、まあ、意外と知られてないようで、実はもっといてるんじゃないのかなって言われてる病気です。はい、これがね、署名活動してた昔、あっちゃんも一生懸命署名活動した。で、みっちゃん亡くなってからも署名活動して、ちょっとね、研究費用がついたとは言ってたけど、まだやっぱり難病認定はされてないね。なかなかその患者の人数が少なかったりとか、ドクターが一人しかいてないとかね、まあ、いろんなことがあって、はい、本当難しい病気です。はい、もしね、盲腸とか卵巣とかがなんか腫れてるとか、腹膜、腹水が溜まってるとかなったら、その病気を疑った方がいいって先生言った。もし分からんかったら、とりあえず相談してくれって。で、何人かやっぱりそれ言ってね、あっちゃんの知り合いにも一人、同じ病気の人がいてたりね、取引先の人がなったりとかね、結構ね、やっぱり身近に何人かいてんのね。意外とないないって言われてる病気、100万人に 1.5 人って言われてる病気やのに。皆さんの、もしね、その腹膜、お腹の中でね、違和感があったら、いろいろ相談して、そういうこともか、気にした方がいいかもわかんないです。かなり危険な病気なんで。はい、ただやっぱりその、ね、見つかってるのは100万人に 1.5 人やけども、もっと隠れた患者さんはいてるってやっぱり言われてるんで、気をつけてください。気をつけようないんだけど、気をつけてください。はい、やっぱこれも早期発見、早期治療なんでね。はい、みきちゃんのようにね、子供残して、大切な人残して、ね、やっぱ向こうの世界行くっていうのはね、かなり悲しいことやし、残された人も悲しいことやからね。で、これも言っときます。大阪の病院と、滋賀県の病院、同じ先生が掛け持ってます。で、福井、東京はあってんけど、今罰されててね。で、福井にもなんかあるみたいなんやけど、福井は誰が言ってんのかな、先生言ってんのか分からへんねんけど、それぐらいしか今なんか治療できるとこないって書かれてた、やっぱり。そんなもんなんでね、もし気になる人は調べてみてください。はい、それと、ピーチさん言うとね、この病気もやっぱりね、病名をね、みんなに知ってもらいたいし、ね、もしそういう症状でね、一人でもね、大切な命助けたいんで、何回もこれあっちゃん言ってるし、ブログにも書いてます。ただ、ここでコメント消しま、何回も書いてたら消しますが、書いてあるけど、消さんといてください。もういろんな人に拡散したいんで、この話は。またこのね、動画も撮っていきたいなと思うんだけどもね、腹膜疑念液腫、なかなか覚えにくい難しい名前の病気やねんけども、結構命に関わる重要な病気なんで、皆さんも、一応頭の片隅にでも、でもし自分の近くで、盲腸がんとか卵巣がんで腫れてるっていう人がおったら、この病気疑って、一応そういう病院に相談してみてください。で、あっちゃんやっぱりそのある程度その辺紹介できるんで、ここの病院でこうなんだよ、今でここに病院名出すとまたいろいろね、あるんで、言ってもらえれば、相談してもらえれば、紹介することも、紹介状書かれへんけどね、ドクターちゃうから、それはかかりつけのドクターに書いてもらったらいいんだけども、そうやって患者会の会長も知ってるんで、いろいろね、ちょっとでも手助けできて、一人でも命をね、助けられたら、みきちゃんも喜んでくれるし、あっちゃんも嬉しいと思ってます。はい、だからもしあれたら相談してください。メケタンさん、親が子供を虐待したり殺したりする悲しい事件が毎日のように報道されてますよね。はい、あっちゃんのファンの方が、親は絶対子供が大切と断言されていたので、子供を、辞める親もいると意見したところ、
その事件を起こした親は子供が大切じゃなかったと断言できますかと言われました。私はその親は子供を大切ではなかったと断言できます。あっちゃんはどう思いますか。あのね、あっちゃん思うんだけど、 100% 大切じゃないかったとは断言できへんと思う。でも 100% 大切に思ってるとも答えられへん。どっちもいてると思う、うん、だってね、まずね、大切じゃない、大切じゃなかったって思う意見としてね、やっぱりその子供って望まれて生まれてくる子と望まれずして生まれてくる子もいてる。でその中で生活していく上で愛情がかからないとか、とか愛してたのになんか急にその人が嫌になったからっていうのもある。でその中に嫌な人の遺伝子を継いでるっていうのでね、憎む心ができてくる場合もあると思うねんね。だから大切に思えずに殺しちゃう場合がある。あと再婚した時に自分の遺伝子を継いでない子供ってのは愛情かからない場合もある。いや、かかる人もいてる。人それぞれやと思うねんね。だから、ね、まだ言うか、子供の命をね、奪うっていうのはね、本当に大切に思ってたらでけへんことやと、あっちゃんも思いますね。だから、メケタンさんの意見はね、あちゃん、そう思います。賛同できます。うん。だからやっぱり、ほんまに大切やったらね、ここ一発、最後の一発やると、なあ、死んじゃうよってわかるやん。でもそこで止められへんっていうのは、ほんまに愛情ないのかなってあちゃんも思います。ただやっぱりね、愛情がありすぎて、大好きな、大切な子供、しつけの一環で怒ってたら、どうすぎちゃって言ったら、これ売れたら死なへんやろ。人ってどうやったら死ぬねやろって分かってない親もいてる。最近ね、やっぱ前も言ったけども、子供の頃にね、殴られたり殴り合いした人って痛みが分かるから、これ以上やったらダメやっていうの分かってるけど、それが分からず、殴られたこともなく、痛みを経験したこともなく、人のことをね、責める人がいてる。でもっとひどいんだったら、ひどい、もう後で言うけども、ひどい人もいてる、うん、そういうね、人たち、人をね、ここで止めなあかんっていうのが分からん人がいてる。だから亡くなっちゃう場合がある、うん、だからその場合は愛情がありすぎて殺しちゃう場合もある、うん、だからメケタンがね、断言する全ての人がね、自分の子供が大切じゃないっていうわけでもないと思うねんね、うん、ここのところはさ、からお互いに極論どっちがじゃなくグレーゾーンっていうのはあると思うね。どっちも、うん、物事って何でもそうやと思うねん。グレーゾーンってあんねん。どっちでもない部類に入ることはね、二つに分けることってできへんねんね。だからイエスかノーかっていうのはね、分けられへん場合っていうのは多々あると思うねん。うん。どこのところで線引くのはどうかなとあっちゃん思いました。うん。だから、愛情がね、ないっていう人もおるし、あるっていう人も、両方いてると思う。うん。です。でね、今ね、殴り合い、暴力、力による暴力じゃなく言葉の暴力でね、人をね、人の命をね、自ら立たす行為、言葉のいじめとか陰険なね、無視とか、そういういじめでね、命を立たす、それだってね、まあこれ今回の話から外れるけどもね、行き過ぎた言葉の暴力で命を絶つこともある。その相手のメンタルの強さっていうのはね、人それぞれやからね、言ってみたらね、バカって言われただけで死んじゃう人もいてる。そうかと思ったら、もっとことんね、存在を否定されてもね、生き抜く人もいてる。それぐらい人の命のね、なんていうのかな、この世の未練っていうのかな、その言葉による暴力、もちろん力による暴力も一緒やけども、で、この世を去る人もいてる。うん。その人たちは殺そうと思ってやってないと思う。ただ、面白半分でやってる。言ったら、子育ても一緒でも、面白半分じゃないけども、子供と遊んでる感覚でやってて、変なとこ殴っちゃって死んじゃったと。昔もあってん、兄弟喧嘩で、兄弟で殴り合いしてて、うん、当たりどころが分からるかって、亡くなっちゃった人もいてる。だから、一概にだから殺そうと思って、憎くって殺すわけでもないっていうのもあるんじゃないのかなって、あっちゃん思うねんね。うん、だから、うん、どっちも正しいと思う、メケタンさん。はい。そう、あっちゃんは思います。はい。
ごめんね、なんか中途半端なお答えでバスッとした答えが出えへんねんけども、そうやねん、やっぱり、うん、はい。で、MM さん、今度いつ病院ですか、自分の判断で性同一性障害っていうのではなく医師から診断が、みたいです、次の病院まだ決まってません。はい、まだ予約取ってないねん、実は、うん、で、またね、予約取っていかなあかんねんけどもね、今ちょっと予約取ってないんです。はい、ね、で、性同一性障害っていうのはね、今性同一性障害って言わず性別違和っていう名前に変わったんだけど、性別に違和感を感じたらもうそれは性同一性障害、性別違和やねんね。だから医師の診断が下りたら性同一性障害ってわけ違う。なんで医師の性同一性障害っていう診断を下ろすかっていうと、医師から性同一性障害っていう診断が下りる、で未婚である、で子供が成人している、でだから子供がおったらあかんとか、子供作ったらあかんとかじゃない、子供いくら作ってようが、子供が成人してて未婚、離婚してたら性同一性障害認められんねんね。で、性別変更認められんねんね。で、そこにまだプラスして、繁殖能力がないこと、ね、言ったら内性器を取っ払うこと、ね、で、外性器を自分がの心の性別の外性器にすること、その条件がクリアされて初めて性別変更ができるの。だから性同一性障害の認定おりだから何か、何ってことはないね。だから別に性同一性障害やって自分の心の中で私は心は、まあちゃんと男の体持ってんだけど心が女の子なんだよって、だから性別に違和感あんねんって、男として生きるの嫌なんだよって言うた時点で性同一性障害であって性別違和やねんね。それが先生の判断なんていらへんねん。それが自分で自認した時点で性同一性障害やね。で、それが性別を変更するためにいる書類として性同一性障害の診断がいるのね。だからあっちゃんは性別を変更するのはまだまだ先になる。早くっても、どんだけ頑張って早くっても下の子が成人するまであと9年間は性別変更できへんね。ということはあと9年かかって性同一性障害の認定さえもらえれば性別変更ができる。ただそれだけやねんね。だから言ってみたら性同一性障害の認定っていうのは性別を変更するためだけのために、必要な書類って思ってもらえれば大丈夫です、うん、だからその診断は、まあ、先に取っといたら、一回取っといたらもうそれでね、言ったら性同一性障害の認定がある、あとは子供が大きくなるのを待つだけで、それまでに、なんだ、性適合手術、性別適合手術、言ったらもう外性器取っ払うこと、外性器でも性器を取っ払って、女性の性器を整形してもらうこと、うん、であとはもう待っているだけ、子供が成人するまで待つだけなら、あともう裁判所に書類を持っていったら性別変更 OK なんで、ね、それまではできへんね。だからそれまでに性同一性障害 の診断さえ取れれば OK なんです。でそれも1人のドクターやったかね、2人のドクターやね。だから2つ以上の病院にかからんとあかんね。今の段階そのあたりぐらいでね、はい、まあそういうところでございます。はい、で、もう一回 MM さん、鼻かゆわん、もう花粉症で、いやいや、アレルギーで、続けてごめんなさい、おじさんと言われるのが気に食わないのはなぜですか。おじさんだから呼ばれても仕方ないと思う。性同一性障害かもしれないけど真実は分かりませんが、けれど本当に女性になりたいなら身なりを気にする、お化粧も洋服も髪の毛も気にすると思います。やっぱりここあたりもエンターテイナーですか。これ正直に話しましょう、ここはエンターテイナーじゃなくあっちゃんの本番の気持ちを話しましょう。おじさんと言われて気に食わないなんでですか。MM さんは女性かな男性かな、ちか分からへんけども、じゃあ MM さんがどっちか分からへんから、 MM さんのお母さんね、お母さんが、どんな人か分からないけども、その人捕まえてね、おっさん、おじさんって言われて嬉しいですか、受け入れられますか。なぜか、まあ外は関係ないよ、心は女性やから。じゃあ MM さんのお父さんにね、おばちゃんって言われてお父さんは喜びますか、心がウキウキしますか。いや、おとくん、おっさんやんって、おっさんになんでおばはん言うねんってね、そこやねんね。だから心が男、体も男、それが男、心が女、体も女、女やん。でも心が女、体男の人は見た目じゃなく心が女やねん。
だからそれがね、全然全く知らない人、ね、初めて初対面の人があっちゃんに会った時に、あ、おっちゃんって言われたら、あ、おっちゃんじゃないんです、実は心が女の子で、見た目こんなんやねんけども心女の子なんで、おじさんって言われるのは心が痛むんですって、ごめんなさいおじさんって呼ばないでくださいねって言った後におじさんって言われたら、カチンきてカツンってなると思うね。ね、でもそういった時に大体の人は分かってくれます。あ、そうですかって、失礼しましたって言ってくれると思います、人としてね、うん、それを、MM さんのように、あっちゃんは心が性同一性障害で心が女の子で言ってるにもかかわらず、おじさんって言うほど失礼なものはないってあっちゃん思うねんね。あっちゃんはそうやね、他の性同一性障害の人は知らない、でも大体そうやと思う。あっちゃんの知ってる性同一性障害のお友達も、FTM も MTF も両方いてます、うん、でやっぱりね、見た目男の子の格好しててもやっぱりね、見たらわかんねん、女の子の優しい顔してんねん、ひげ生えてんねん、ホルモンでのに優しい顔してるから、うん、女の子でしょって言ったら心傷つくらしいね、やっぱりって言われんねんって、時々、うん、でやっぱりその子はね、土方仕事をしてんの、でもやっぱりもともと女の子の体やから筋力もないから体力もないから、うん、頑張ってんねんけども、やっぱりあれなって見た目男でも女はあかんなって言われたって、泣いたって、うん、もう心女は泣くもんやって、男は泣かへんもんやって決めてたけど、家帰って泣いたって言ったよその子。それぐらいショックやね、やっぱりどれだけね、見た目じゃなく心のが傷つけられんね、うん、だからあっちゃんは一概に性同一性障害くくりにしてるっていうのは、あっちゃんがそうやから、逆に言うとあっちゃんは見た目まくおっさんかもわからへん、仕草もおっさんかわからへん、喋んないやっさんかもわからへん、でもねこうやって心が女の子って思ってるあっちゃんに対して、そうみんなに言ってる中でおじさんって言われるほどショックなものはない。あっちゃんこうやって YouTube やってるから叩かれて仕方ない、これ普通に生きててね、 YouTube に出てない人がね、同じ仕打ちされたらね、確実自殺します。うん、多分ね、今ぐらいのコメントを20代10代20代の頃に言われてたら多分自殺してたと思う。何回も自殺考えたことあったもん、いじめられてね。で今はもうね、いろんなことあったから何言われても何とも思わへん、だからあれやけど、そういうことを言うことによってね、命絶った人はいっぱいいてます、性同一性障害の中でね。やっぱり認められないんだなって言って自殺する人もいてる。それぐらいやっぱりね、心が女の子、特にね、体が男がすごく嫌なんね、性同一性障害って。もう自分の体を切り刻んで、ナイフでもう嫌なところ全部ね切って、でも自分の体壊してでも女の子の心でありたい。下手したらこう今の命だったら次女の子で生まれて変わってくるのちゃうかって思ってまうねんね。それぐらい自分の体が嫌な、切り刻みたいぐらい嫌な、そういう人にね、嫌な性、元の嫌な性の呼び方で呼ばれるほど苦痛で辛いものはないねんね、うん、これが正直な気持ちです。あっちゃん前こんなこと思ってたって言わない、だって言って泣いたところで仕方ないからね。だから言うなよボケって言うけども、まあそれ半分冗談半分でね、でも自分ではおかまよん言ってやってるけども、半分ネタで自虐でやるけど、人に言われたら辛いよや、正直ね、うん、で女性になりたいなら身なりを気にする、お化粧も洋服も髪の毛など気にすると思います。そこもね、偏見やと思う。ほんで世の一般女性全てがお化粧して、みんながこう、女の子ですみたいななよなよしてるか違うでしょ。やっぱり、言ってみたらね、フェミニンな男の子、リューチェルみたいな、リューチェル男の子、心も男、体も男やね。でも、リューチェルです言ってるやん、うん、っていうのはあれでも男の子やね。リューチェルにお構ってるからカッツンくると思うね、女が違う男やって言うと思うね、うん、でも関西のおばちゃんやったらまた怒られるけども、あっちゃんの知ってるおばちゃんやねんけども、こう縦ひだでね、いつもこうやって、もうちょっと下げようか、こうやって座って、ほんでビール瓶パン開けてカー飲んで、あっちゃんママ一緒に飲めや、スルメ食うかい、うん、おばあんな、お前よって言うようなおばあんもいてる正直ね、うん、でおばちゃんおっさんって言ったら、おばちゃんちゃうの、おっさんおっさんやって自分で言うねん。おばちゃん心はおんないで、子供もおるしちゃんと子育てするで、でもおっさんやで心はっていう人もいてる、うん、それぐらいね、やっぱ心はおばちゃんであって、そのおばちゃんにおっさんやで怒るよね、おっさんちゃうわおばあんじゃって言うよね、そのおばあん、うん、だからおばあんやね、
心は。おばはんやねんけども、そんなメイクしてない。頭短いねん。角刈りみたいなおばはんやねん。そんなおばはんもおんねん。うん。だからね、だから女性になりたい方。まあ、そのおばはんになりたい人も女性やねん。性同一性障害やねんけども、見た目が、もう古いけど、ワンレンボーディコンで、もうバブルの頃の、わーってうちは振ってたような綺麗な、もう断蜜みたいなお姉さん。もうそんな、言うたら、女人は女になりたい人もいてる。だから、あっちゃんはどこ目指してるか言ったら、女人は女じゃない。どっちかって言ったら、深田恭子ちゃんみたいなタイプになりたいねん、セクシーな。なりたいからって努力してるわけじゃない。だから、言ってみたら、職業でもそうやと思うねん。何になりたいか。まっちゃんやったら車屋さんやから、車屋さんになりたいって言って志願してくる子がおる。僕は車屋さんになりたいんですって言ってくんねん。車のこと大好きですってくんねんけども、洗車さすねん。3年ぐらい洗車さすでしょ。なら、僕は車を洗うために整備士になったん違うんですね。違う。車屋っていうのは洗車を極めて整備士になれんねん。今話したらやめようね。ね。だから何か、その子が目指してるのは、かっこいい車を乗りまくれる。お客さんの車を乗りまくれる。それを目指してくる子が多いね。ほんならもう目指してるところが違うからやねんけども、車整備士っていうのは表になんて顔が出えへん。もうドロドロになって朝から晩まで残業して、こき使われるっちゅうぐらい、こき使われて、下手してネジ一本締め忘れるだけで人の命まで殺めてしまう。それくらい、ね、真剣な仕事してるのに給料安い。で、きつい、厳しい、冬寒い、夏暑い。もう思い描いてた夢と全然違う現実やね。その現実目指してきてる子じゃない。夢目指してんね。それと一緒で、まあちょっと離れたけども、あっちゃんは女の子っていう偶像を目指してるわけじゃないね。心は女の子やねんけども、今のままの生き方でいいのよ。言ってみたら、髪の毛も、こういう髪の毛して、昔からこれはね、もう中学3年生から伸ばしてて、で、レディースの服着て、レディースのパンツ履いて生きてきた。できたらパンツじゃなくスカートで行きたかった。だかって言って、女の子にもっとね、整形して骨削って、顔もっとちっちゃくして、あばら骨もね、何本か抜いて、もっと女の子体型にして、で、シリコン入れておっぱいもっと大きくして、で、お尻もシリコン入れてね、もっと大きくして、で、女の子よ、みたいな形になりたいわけではないね。今の子のあっちゃんのままでいいね。で、なえたら、うぐるでしけし言うとるね。浅川明恵って吉本新喜劇でね。浅川明恵さんって一回調べてみてもらった。動画で見てもらったら多分、浅川明恵っていう吉本の人が出てくるの。あの人ね、見た目おばさんやねん。でも、口調がね、みんなに言うとんねん、おら、目をくるでしけし言うて、おばはんちゃん、おっさんやんけ、おっさんちゃう、やっさんや、言う人もんだけど、そんな感じの、面白かっこいい女性にもなりたいっていうところもあったりね。うん、だからそういうね、なんていうのかな、アイドル、アイドルグループ、AKB とか NMB とか似てる誰かみたいなのを目指してるわけでもないし、壇蜜目指してるわけでもないし、ね、マリリン・モンロー目指してるわけでもないし、ね、だからそういうところで、あっちゃんが目指してるのは何かって言ったら、あっちゃんが自由で生きられる自分になりたい。だから自分の心の性、この見た目、この顔、この体、そのままで生きていきたいわけよ。だから何が女性か。だからね、コーヒー飲む時でもこうやって飲むのが女性か。こうやって、っていうんで飲むのが女性なんか。こうやって飲むのが女性なんか。っていうのは女性なんか、うん、でもね、あっちゃんのしてるおばちゃんは、あっちゃん来たんか、まあ座っていいやっていうおばちゃんもいてね。でもそれも女性やね。ね、だから女性像っていうのは人それぞれだから、お化粧もお洋服も髪の毛も気にすると思いますが、それが全てじゃないと思う。だから女らしくない、女を目指してないって時々書いてる人もいてる。でも何を目指すのよ。だからあなたは女性として何の目標になってその女性を目指して生きてんのかじゃなく、自分は自分らしく生きてるでしょ。それでいいと思う。だからあっちゃんはあっちゃんらしく生きる。あっちゃんらしく生きるっていうことは、心の性、女の子やっていう性のまんま、自分が思い描いたまんま、誰を目標にじゃなく自分の好きなように生きることがあっちゃんの目指す女性像やと思ってるのね。その女性像を目指すことによって、なんでみんなはそこまでおかしいおかしいっていうのかわからんけど、髪の毛なんてチリチリでも
ハゲとっても、言ってみたら、ね、イコンクっていうの、韓国のほら、ツルツルツルにしてたお姉さん、今、毛伸びてめっちゃ美人になってるけど、めっちゃ美人やのに、ツルッパゲにしてた人ってあるでしょ。で、峯岸ちゃん、AKB の、なんか懺悔で丸坊主にしたでしょ。ほんだら峯岸ちゃん丸坊主にしたからって、女捨てたんか、女ちゃうんか、そんなことないやん。丸坊主にしても女の子は女の子やん。だから髪の毛も関係ない。では女の子でボーイッシュでショートな子もいてる。角刈りの女の子もいてる。パンチパーマのおばちゃんもいてる。ね。それが全て女じゃないのかって。そんなことないでしょ。だからあっちゃんはそういう偏見で見られるのが嫌いなんね。だからこういう質問はついつい長くなっちゃうねんけども。だからそういうことによってあっちゃんは命を絶つぐらい悩んでたことな。それを平気でみんなが軽々しく言われるのがすごく辛い。多分やで。性同一性障害、の人、ね、性的少数派、セクシャルマイノリティの人ねは、レズビアンとか、ホモセクシャルとか、なんだバイセクシャルとか、性同一性障害、あといろんなあれよね、うん、そんな人たち、性別、性的少数派の人たちはそういう言葉でかなり悩んで、かなり傷ついて命を絶つことを考えるっていうことを心の片隅にでも置いて、そういう人たちと関わってもらえたら嬉しいなと思います。はい、まあその中の代表あっちゃんじゃないけどもね、あっちゃんそうやってみんなに言われることによってね、あっちゃんは大丈夫です。でもそういうことで傷つく人もいてる。であっちゃんに言う言葉によってその言葉を見て傷つく人もいてる、うん、だから言ったらあっちゃんのことをいくら男おかまってね、いじってもいいよ。いいよ別に。あっちゃんは何とも思わへん。ただそれを見て私のこともそう思われてるのかって傷つく人もいてるっていうことだけ考えてコメントしてあげてください。あっチャンネルは世界配信です。世界配信の中のコメントっていうのは世界のすべての人が見ることができるコメント欄です。そういう人たちも見ています。はい、だから、あまりひどいこと書くと悲しむ人が、あっちゃん以外に悲しむ人が出てくるんでね、飛び火だけはやめてあげてください。はい、まあね、あっちゃんのこと好き勝手書くのは自由です。もう勝手に書いてくれたらいいです。ただあっちゃんもそういうことで悲しくなるし、そういうこと言う人って心狭いんだなってバカにします。はい、まあそんな感じでね、今日ちょっと30分経ってんけども、4件ぐらいか3人ぐらいしか答えられへんかったな。なんか結構濃い質問が多かったんで、そういうような感じです。では次15回に続きます。ではまたね。バイバイ。